さあ動け。ちょっと行くぞ。状況報告しろ。ターゲット確保した。よくやった。現在敵と交戦中。敵の数は1、2、3、4。いやもっと。すぐな、ちゃんとした返答しろ。こっちや、こっち。なんだって。お前どうして指示を無視した。現場判断です。こっちは脱すると確保してたんだぞ。でもちゃんとターゲットを捉えました。お前の判断で部下を危険な目に遭わせたんだ、わかるか。この仕事いつか死ぬんで。お前自分に何が足りないか考えたことあるのか。ロケットランチャー。違う、バカかお前は。でもあいつが採用の時に言ったやつ。あいつじゃない、平崎。平沢だ。平沢。サンぐらいつけろ。いい加減にしろ。お前ら大体 SGAW に分かってんのか。スクールガール違う。あのな、組織名にスクールガールって入れる変態どこにいるんだ。上司に指を刺すな。シークレットガバメント、秘密政府。お前は黙って指示に従えばいい。ロケットランチャーみたいな物騒なものを撃てるわけないんだ、分かったか。それとな、もうそろそろ入り口から入れ。窓からは入るな。いいな。すまない中井、彼女と話をさせたし。何か。よくやった。ロケットランチ、いや撃てると思うんだけどな。撃ってる人見たことないんですよね。ないけど、ないけど撃てますって。いやもう4ヶ月経ったのにロケットランチャーのロの字もないんですけど。長谷川、何を話したんだ。鈴奈に桜を紹介しただけだ。お前最近あいつらに甘くなってないか。知らん。お邪魔します。私の勝ち。弾は抜いたけど、リロードしてるから一発は撃てるはず。この近さでも避けられるけど。どうだか。ハッタリだと思う。一宮鈴奈。はじめまして、秋富桜。何？春か秋かはっきりしないなって。ああ。あんたが捕まえた男から情報は聞き出してる。主犯格は増本京子。裏の世界ではかなりの重要人物。はい、これ資料。エアドロじゃないの。撃たれたい。いいね、その感じ。あんた点数は91。残念、私は92。あの時はいつもより低かっただけ。じゃあ今度勝負してみる？いいよ。嫌いじゃない。それで今回の作戦は？
聞いてない。私は今回情報を渡すだけの係。出ないんですか？さくら、沖縄旅行の水着どうする？はあ？遊びに行くんじゃねえぞ。でも沖縄だよ、海あるよ。お前本来の目的忘れてるだろ。とりあえず私は持ってくから、さくらも持って。楽しそうですね。なるほど、取引時間と場所は計算済みってわけか。そういうこと。すずな、この後お前に任せられるか？もちろん。そういえば、さくらどうだった？ああ、変な子。お前が言うな。なんで紹介されたわけ？ちょっとは他人とコミュニティの時間を作れって意味だ。かけ直す。痛い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 。おう、平野？平沢だ。何してるんですか？ああ、コンビニにお菓子買いに。取りますよ。いいんだよ。私、明日誕生日なんですよ。おー、そうなんだ。おめでとう。な、何？ロケットランチャーは？あの女。うん。君、悩みでもあんの？ロケットランチャーくらいです。いやいいじゃん、打たせてよ。分かった、いつかな、いつか絶対打たしてあげるから。やっべ、面接の時間だ。あかねちゃんだっけな。マジで大人って感じ。片付けとけ。はい。ブツは全部積んだか？現場を確認した。隙が見えたタイミングで突入する。頼んだ。ねえ、中井さん。どうした？今日私、誕生日なんすよ。おめでとう。はい。無事戻ったら、晩飯でも行くか。それ死亡フラグですか？行きます。予定通りか。お、クリーナー来るね。何人？大体15人くらい。分かった、さすが。この子、薬物取引に使われるなんてかわいそう。すずな？すずな？
中井さん、スズナがロストしました。至急チーム送れ。わかりました。いや、私も現場に向かいます。は？お前面接官だろ。はい、ですが彼女が心配で。勝手にしろ。だがあいつは無事だ。タフだからな。よっしゃ現場。最高だろおい。たまよ、お前さんざん好き放題やってくれやった。よっしゃ、やれ。いいんか。いいよ。いいんか。いつまえ。おいおいおい、いやいやいや、お前らめっちまえよ。おら、おい、やるやる。まだ生きてんだ。取引の邪魔しやがって。クソガキ、全然喋んないじゃん。すごいね、拷問慣れてんの。あんたの組織情報ダダ漏りだから罠を仕掛けやすい。それでも殺されすぎだけど。早く犯させてくださいよ。バカ野郎。こいつに何人殺されたと思ってんだよ。もっとお前には苦しんでもらわないと。言い残すことある？ほら、マジック。二度と笑えねえようにしてやる。おい。はい。お前を助けに来たみたい。でも残念、そろそろ死んでもらうから。生成した。大丈夫？まあ防弾チョッキだからな。よかった。てかさっきの肩でコッキングカッコつけたっしょ。うるさい、早く助けろ。わかったわかった。それにしたってどんな誕生日だな。マジでクソみたいな誕生日。まあ待ってろ、すぐロープほどいてやるから。広そう。あ、ごめん、もう限界。せずな、お先します。せずな、せずな、せずな、中井さん、スズナが死にました。そうか、残念だ。平沢、スズナを連れて帰ってきてくれ。頼む。た
く。誕生日のロケットランチャー意味ねえじゃん。ロケ、え、ロケットランチャー、どこにあるの？車に、車に。早く言えよ。触んじゃねえこのが、ひどい目に遭わせやがって。お前は最後に殺す。ドカーンって。ロケットランチャーで粉々になるから。ボス、ボス、ちょっとたた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 たロケットランチャー最高じゃん。次に行けた。よっしゃー、このクソが。はあ、お前は最後に殺すと言ったな。あれは嘘だ。あ、てめえ、さっきはよくも可愛がってくれたな。女を殴るような男は容赦しねえ。バカかお前、その位置で撃ったらお前まで死ぬぞ。ああ、そっか。動くな。動くなって言っただろう。すずのやめちゃったんすか。ああ、まあ、あんだけひどい拷問受けたらそりゃやめますよね。でも気になりますね、すずの組織に裏切り者がいるって話。平沢、お前そうから以前押収したロケットランチャー盗んだろ。何の話でしょう。お前の給料が引いておくからな。まあ安心しろ、あいつはまた戻ってくる。ロケットランチャーまた撃ちたいってな。普通の女の子になりたい。よし、やめた。次はガタリングを撃つぞ。バッキュン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。